新流行り紙続きをやっていきます。前回は、風森パイセンの敵を取るべく、デカミが、ヒロムちゃんと会うための時間を黒田課長がなんとか手配してくれるよっていうところまでで終わりました。で、何か物音がどんどんして、このううーとうめき声が、誰だこれは、これはヒロムちゃんかな、うう言ってんのは。私と黒田課長は留置所のエリアに入った。うめき声と扉を叩く音は外にまで漏れている。あー、出せ出せってことか。金谷の嘆きはもうずっと止まらない。うめきか。金谷のうめきはもうずっと止まらない。これでは捜査一課もまともに事情聴取はできなかったと容易に想像がつく。そして今、何よりもそのとばっちりを受けているのは、隣室の関本総二郎だろう。うるせえだろうな、ずっとこんなだったら。関本ちゃんかわいそう。彼は隣で耳を塞いでうんざりしていた。頼む。耳栓を貸してくれないか。こんな状況じゃ落ち着きやしない。かわいそう、関本ちゃん。申し訳ないけど、規定でそのようなものを提供するわけにはいかないんです。脱走に使われるかもと恐れているのか？あんなもの、どうでもいいじゃないか。もし仮に耳栓を提供したら、これから行う私たちの聴取の様子がわからないですよ。奴に話を聞くのか？私の決意とも取れる言葉に関本は表情を変えた。ええ、彼が田村さんを殺害したとの直接証言を引き出します。水瀬遥かからは何か証言が取れたのか？ええ、彼女と田村さん、そして金谷ひろむの関連を話してくれました。遥かさんは田村さんの死亡の前に金谷ひろむから言い寄られていたこと、そして金谷ひろむは彼女の携帯から田村さんの名前を確認していた可能性があること、そしてその直後に田村さんが殺害されて明言はしなかったものの、金谷ひろむは何らかの関わりを遥かさんに、自首しました。だからそのあたりを確定させるために彼から聴取を行います。本気か？だって そうだよな、この状態だものな。だぞ、まともな話になるか分かりゃしない。捜査一課もお手上げだそうです。だから私たちの接触も特別に許可してもらいました。ただし非公式で。だから聴取室ではなくここで話を聞きます。これは捜査一課のメンツに配慮したものです。成功の目算はあるのか？素人の私でも難しいのはわかるぞ。成功できるかどうかなんてわかりません。ただこれだけは言えます。何もしないで諦めるよりかは挑戦して玉砕したい。そうじゃありませんか？それにブラインドマンの手がかりをつかまなきゃ。そうですよね。そうだな。彼が田村を殺していたのなら、どこでブラインドマンの手口を知ったのかが知りたい。あなたはそこの特等席で聞いていてください。あなたが一番興味のある話をかぶりつきで聞けるかもしれませんから。期待してるよ。健闘を祈る。うるさいです、うるさいです。子供、赤子が起きちゃいますから、ちょっと警察呼びますよ、そんなに騒ぐと。金谷ひろむは今なお、私たちに気づいていないかのようだ。
果たしてうまくいくのだろうか。きちんと彼から供述が引き出せるのか。いや、引き出すのだ。成功させるのだ。そうなのだ。もうやれやれ。もうその息だ。私たちは前に進むしかない。失敗をしても失うものなんかない。いや、これ以上もう失うわけにはいかない。私は黒田課長を一定した。無言でうなずく。関本には一礼した。私の決意を伝えるために。彼もうなずく。うるさいっつってんだら、静かにせえ、静かに。うるさい。そして私は数歩ほど歩き、隣の棒へと歩み出た。彼は私の姿に気づくと、罵らないな、これな、だまあ、うるさいのをやめて、じっと私を見つめていた。中に入るの？だから、まだこの状態？服着させてもらって、そこは。服ぐらい着せてあげなさいよ、総裁一家も。寒がってるじゃないか。私と倉田課長は房内に入った。金谷ひろむは拘束具で両腕の自由を奪われていた。額で扉を何度も打つことで音を立てていたのだろう。赤紫色のあざが痛々しい。いやー、そんな頭でもう、そんな、もう、ひろむちゃん。まるで異形の怪物。だが、どこか悲壮さを感じる。悲壮しかないよ、もう。悲壮の塊だよ、この感じは。金谷ひろむさん、あなたに話を聞きたいの。彼は、呆れた顔で私を見つめていた。とぼけた顔か？これ、呆れた方か？とぼけた方か？まあいいか。私の言っていることが理解できるのか、とても怪しい表情だ、状態だ。はるか。その、水瀬はるかさんに話を聞いたわ。これちょっと。あ、また、始まっちゃった。やはりまともな返事はしてくれない。だが、うなり声以外の、言葉を聞いたのも初めてだ。そうだね、はるかって言ったね、今ね。私はじっと彼を見つめた。あなたは以前、水瀬はるかさんのを口説いていたそうね。麓の繁華街の夜の店で。これは、うんってこと？うーで、それ返事したそれ。それは、うめき声じゃないよね。彼女をとても気に入っていた。彼女の言うことなら何でも聞いていた。プレゼントもしょっちゅうしていた。違う？はるか。しまいには多額の現金を貢ごうともしていた。そうよね。これで朝まで。あ、覚えてるじゃん。その自分がやったこと。そう、朝まで彼女を買いたいと。でも叶わなかった。その時あなたはどう思ったの？はるか。あ、泣いてるよ。泣かないで。泣かないで。ぐひ、ぐず、ぐひ、ひぐ。泣かないで。金谷ひろむは、涙と鼻水と、何にまみれるんですか、これは。涙と鼻水以外にまみれれるものあるか？まあいいか、とにかく、まみれながら、始めたんだな。始めた。おそらく彼の中に残っているわずかな理性の賜物だろう。だがあいにくそんな彼に同情している暇はない。泣きはったでヒロムが、ヒロムちゃんが。そして彼女はさらに難題を案につけてきた。これが田村さんの存在。そうよね。うわー、ぐずんぐずん。あなたが田村さんを殺したの？うおーん。すー、大号泣じゃないですか、ヒロムさん。ちょっと泣き止んでください。
出口はあなたが思いついたの？それともどこかで仕入れたの？はるか、はるか。もうはるか連れてこい、もうここに。その後あなたは渡るさんも殺したの？それ以前に竹中慎一郎一家も殺したの？おい、質問するしすぎじゃねえ、それ。もうちょっと時間を置いて、こう着々と質問してった方がよくね？イエー、ほら大号泣。ほら大号泣しちゃったこと。ぐじぐじ泣いてないで答えなさい。あ、泣きやんだ。私が一括すると留置所の空気が一変した。それでもなお、金谷ひろむは鼻をすすり、めめしい態度を崩さなかった。あー、近寄ってこないで、だからそうやってちょっと。私は金谷ひろむの鼻先まで顔を近づけた。ひどい口臭が私に直接ぶつかってくる。あー、あれなの、デカミが近づいたの？よく近づいたね、こんな状態で。あなたの傲慢さで何人死んだか聞いてるのよ。私たちは総合一家とは違う。絶対にあなたから供述を引き出してみせるから。だから田村さんの殺害を答えろ。そう、あ、喋った。ヒロムが喋った。そう、そんなに怒らないでくれよ。お、俺は、俺は、お前のために尽くしたじゃないか。あ、デカミをはるかだと勘違いしておるな、これは。カナヤ？彼が正気を取り戻しかけている。しかも私のことをはるかさんと誤認している。これはまたとないチャンスだ。もうだな。これ来るか？あの時間が来るか？ライアーズアートのお時間が来るか？尽くした？たったあれだけで？お、攻めてるね、デカミさん。そうだろ。お前が好きなんだよ。ぐずん。はあ、やっぱり。出ました。出ました。これの、この時間です。この時間が来ました。やったりましょう。ここはね。金谷ひろむの言葉に乗るように私は会話に答える。彼は目の前にいる私が、水瀬はるかだと疑っていない。だから私は。はあ、何来る？何来る？どういう感じ来るこれ。よし、行け。よっしゃあ。やったるで。水瀬になりきって。どれくらい好き？意味がわかんない。あ、これはデカミだ。意味がわかんない。だったらどれくらい好きなのか言ってみてよ。お前のためなら、なんでもできるんだよ。そんなの嘘でしょ？どうせ勢いに任せて適当なことばっかり。本当なんだって。彼はすがるように涙声で私に懇願する。もうそれだけではるかさんへの依存感、依存度が相当高かったことが伺えた。このまま彼女のふりを続けるのは有効なようだ。 OK OK OK。 悪いけど店に何回来られて、店に毎回来られて私はかなり迷惑だった。他のキャストに私が何て言って言われていたかわかる？汚物処理担当よ。うん、かわいそうに。そいつは誰か教えてくれよ。見返してやるからよ。次ね。何来る？見返してやるからよ。はい。どうして次々と？ちょっと攻めます。一旦攻めます。かわいそうに？そうじゃない。そうじゃない。全然わかってない。どうしてつけつけと勝手に私の気持ちを決めつけるのよ。ごめん、でも俺はお前のためを思ってるんだよ。私のため？どういうこと？私の言うことなら何でも聞いてくれるってこと？ああ、そう、うん。俺、はるかの願いなら何でも聞ける。やはり彼の弱点ははるかさんであることを自覚する。はるかさんであることを自覚する。このまま彼を手なずけて決定的な証言を引き出さなくては。だが同時に焦りすぎてもいけない。着実に彼の心を支配しなくては。あー、ダメだったのかこれは。あ、よかったんじゃん。
とにかくもうこれで二度と会うことはないわ。さようなら。ようやくあなたと他人になることができて本当に嬉しい。俺ダイエットを始めたんだよ。次来るな。よし行くぞ。それがどうしたの？は？それがどうしたの？今それをする必要がどこにあるの？すごいんだよ。何もしなくても痩せられるんだよ。今度分けてあげようと思ってんだんだ。俺の家にいっぱいあるから今から行こう。何もしなくても痩せられる？そう、好きなだけ食べてもいいんだ。どうだ、すごいだろう。彼は嬉しそうに私に報告してくるが、私はこのことが妙に引っかかった。事件に関係があるのだろうか。それともそうだね、痩せる、薬を飲んで痩せるっていうことすごいよね。薬のことね、なんだろうな。あ、すげえすげえ、これ真実にたどり着けるじゃん、あと一歩で。あのね、もうすべてが遅いの。あなたが変わりたいのは勝手だけど、もう私の人生に関わらないで。モテたいんだよ。リア充になればいいんだろう。俺と一緒なのが恥ずかしいんだろう。ここはなんとか真のところまで行きたいな。こう来るとリア充になればいいんだろう。俺と一緒なのが恥ずかしいんだろう。よし、け次何来る。めめしい。あんまりこの人はね、なんか黄色を使わない方がいい気がする。なんてめめしい言い方、まるでプライドなんかない汚い豚ね。ほらブヒブヒ泣いてみなさい。ブヒブヒブヒ、これでいいのか。俺はお前の望みなら何でもやるから。呆れた。本当に泣き真似をするなんて。本当に何でも言うことを聞くんだ。ブヒブヒ。内心必死に豚の巻き真似をする様子には引いてしまう。だがこれで彼がいかにはるかさんにご失神なのかを、ご熱心か、ご熱心なのかを実感することができた。このままいけば思いのままに供述を引き出せるかもしれない。おお、本当本当、よし言ったじゃん。ねえ、私に嫌われたくないの？だったら教えて、あなたが田村さんをやったの？あー、まだ来んの？これ真に言ってんのに？言ってんのに、ここで終わりたいよ。俺はリア充に、ここで失敗したくない。俺はリア充に、なになに、なに来る？あ、やばい、押せなかった今。どうしたんだよ、リア充を目指してるんだよ俺。喜んでくれよ、はるか。参ったな。これ以上直接は的な質問は思いつかない。この場でできることもあまり残されていない。だが私はどうしてもこの質問の答えをはっきり聞きたかった。あ、戻っちゃうね。あ、戻っちゃった。くっそ。もう一度聞かせて。あなたが田村さんを殺したの？あ、もう一回チャンスがある。なあ、俺だって頑張ってるんだよ。頑張ってるよな。頑張ったって言ってくれよ、はるか。はい。甘えん坊、もう使っていけ、もう団子やったぞ、あれが。うん、憎いわね。あ、勇気を使い果たした。確かに使い果たしました。そんな甘えん坊ね、私の聞きたいことにも答えない。それじゃあさよなら。え、そんな、はるか、お願いだよ、はるか、もっと俺と話そうよ。私は首を左右に振った。もはや喋る価値もないというポーズだ。そんな、でも話をしたいの？ならばまず私から聞かせて。ねえ、田村さんを殺したのはあなたなの？田村。彼に関する記憶を探っている。大きな進歩だと私は思わず笑みを浮かべた。俺はその田村ってやつよりお前のことが好きだ。まあそうだろうな、田村は男だしな。ダメだ、わずかな進歩だけが収穫だ。あ、じゃあ私はこれでね、やっと生成する。もうあなたと会わなくて済むんだから。あー、もう一回ある。待ってくれよ、はるか、また指名するからさ。今月はまだほとんど店に行っていないだろう。でもうこれしか選べない、これしか選べなかった。もうあのあれがないから。本気で言ってるの？あなたの今の立場は分かってるの？俺ダイエット頑張ってるんだよ。
辛い時はさ、血を、自分の血を飲んでさ、そんな俺の苦労を分かってくれよ。自分の血じゃないだろう、家族殺したその血だろう、飲んでたの。本当にさようなら。しきりに黒田課長が手首の時計に指を刺してくる。文字通りタイムアップだ。うわー、これダメだった。私は差し至る成果も出すことができず、ため息をつくしかなかった。あー、ダメだったのか。私は彼との思い長いやり取りの中で手応えを全く感じていなかった。背中にじっとりと汗を感じる。私はどうしたらいいか急いで思いを巡らせる。焦りに焦った上で、私は最後に頭の中によぎった言葉に全てをかけた。何？ねえ、あなたの一番大事な秘密を教えて。秘密？これもう一回来るかな。ええ、そう。もし教えてくれたら私の秘密も教えてもいい。どうかしら。はあ、はあ、秘密の交換か。いいね。特にあなたがどれくらい私のことを好きなのか教えてくれない？いいよ。それはね、お前のためなら命を捧げてもいいくらいお前のことが好きだ。ああ、言っちゃった、言っちゃった。ああ。ああ、増えた。増えたけど、これは、あれかな？真のところをもうちょっと振り切らないと真実が出てこないってことなのかな？本当にもうダメだ、メガワ君。これ以上は、これ以上は切り上げよう。君はよくやった。もう少しだけ待ってください。あ、違った。もう少しだけ待ってください。あとほんのわずかなんです。いや、もうどうしようもない。カナやヒロムもこんな状態だ。目の前にいる君が誰か判断できない状況なんだ。違うな。分かんなくなっちゃう。こんなありざまで実況が取れても証拠能力がないと突っ込まれてしまう。は。残念だが黒田課長の言う通りだ。これでもし彼が犯行を認めたとしても、まともな手続きで罪を罰を与えられない。黒田課長によって一瞬で理屈は理解できた。しかし感情的な部分では納得がいかない。このまま頭のネジがいかれたままだからって風森さんへの報いを憂い、なんだっけ、これさっき一回読んだ気がするけど、を認めるわけにはいかない。報いかな。黒田課長は悔しくないんですか？私をバカにしているのか。可愛い部下を失って悔しくないわけがないだろう。だが現実としてこの状態の彼から何も引き出せないって言ってるんだ。黒田課長は冷静だ。その冷静さが私に悲痛な現実を突きつける。私は思わず下を向いた。メガワ君、君の気持ちは痛いほど分かっているよ。だがもうここからここらが引き時だ。看護から出よう。畜生とほんの小さな声で私はと、呪詛を吐く。その時だ。おお、関町ちゃん、教えて、関町ちゃんのコーナー。お前がやったのか。おお、関町ちゃん、直接対決じゃない。さっさと答えてくれよ。お前が田村を殺したのか聞いてるんだ。ほら、またうめいちゃった。うめいちゃった。なになに？ほら、またうめいちゃった。カナやヒロムは再び床に額を打ち始めた。心を閉ざしかけている証拠だ。証だ。おいおい、都合の悪いことを聞かれたからって、ごまかすんじゃない。さっさと答えろ、この豚が。許可なく勝手に彼に話しかけないで。無駄のお前が人間様と同じ言葉を使って彼女を口説くなんて正気か？身の程を知れよ。黙ってって言ってるでしょ。無駄のお前が人間でも滅多に行くことができない高級クラブでチヤホヤされてのぼせ上がったのか？え、なに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 ？なに？口口口口関本の口元に注目注目。
どうしたの？ちょっと、関本ちゃん。いいが、獣のお前にわざわざ教えてやる。あそこはな、金さえあれば何だっていいんだよ。男でも、女でも、デブでも、豚でも、何でもな。ほら、また、またき、あれしちゃった、拗ねちゃった。お願い、本当にやめて。そうやって問い詰めたって、私が何も引き出せなかったの分かってるでしょ？追い詰め方が甘いな、と思ったもんでね。だから、恥ずかしながら私がやらせてもらおうかなと。時間がないんだろ？君と話す余裕はない。すまないな。追い詰め方が甘いって。水瀬はるかだったっけかな？おい、かなや。それで合ってるか？はるか。そうだ、その彼女だ。その、水瀬はるかとかいう、馬松の 女も、さぞかし迷惑だったろうに。あ、またほら、拗ねちゃったから、ほら、くちくち。臭いお前が、何度、毎度毎度人間様の無理をして通い詰めて、散々迷惑をかぶっていたんだぞ。思い出せるか？お前に殺された人間の最後の表情。殺される恐怖で顔が歪んでいたか？お前の圧倒的な強さを全身で受け止めていたと思うか？違うね。全然違う。全くもってお前は勘違いしかしてない。うぬぼれるんじゃねえ。彼らは、ひどく汚い、くそ止めの、声だめか。ひどく汚い声だめの中で暮らしているような、豚のお前に殺されるのが悔しくて悔しくて仕方がなかったんだ。ほら、後ろを振り返ってみろ。感じるだろう？お前に殺された死者たちの気配が。彼らの呼吸を背後に感じていたんだろう。その中でひときわ感じないか？強烈な気配だ。離れている俺だって誰のものかわかる。なあ、お前だって気づいてるんだろう。そうだ、そうだよ。風森隼人だ。お前が捕まりそうになった時に殺したデカだ。その彼が早速お前のそばにいるぞ。笠森くんが言ってるぞ。お前が供述するまで絶対に諦めない。田村光太郎殺しとの関係を絶対に暴いてやるってな。この村で起きている一連の殺人事件のことも全部吐かせてやる。覚悟しろ。地獄の底で待っているから。だとさ。いやこれ響いたのかい？ひろむちゃんの心に響いたのかい？これは。おお、ちょっと、どう、急に覚醒したじゃん。なんでもかんでも俺にせいにするんじゃねえよ。まともなことを喋った。今まで 上の空だったのに一気に正気に戻した。そんな関本の手腕に私は舌を巻くしかない。責任逃れか？適当にごまかしているのなら、今晩は風森くんが青い顔でお前を見つめているだろうな。だから俺じゃねえ。田村とかいう銀行員とクソ家族だけなんだ。あ、でもやったはやったんだ、田村のことは。すげえ、ちょっと。関本ちゃんすげえ。何？何者？関本何者？本当なの？他の被害者は？くるみ、渡りくるみと、竹中一家は？お、俺じゃない。絶対に、やつだよ。やつがやったんだよ。やつとは誰ぞ？やつとは、誰なんだ？やつとは、もちろん。わー、ちょっとすごいんだけど、関本ちゃんがすごいんだけど。
いろいろ教えてくれるし、吐かせるし、関本ちゃんの能力がやばいんだけど。ということで、これちょっと真実に近づいていけるような気がする。ただ、ライアーズアートがちょっとなんかあれ、あと一歩だったんかな。真のところに行ってたのに引き出せなかったのがちょっと悔しいですが、とりあえず、また、今回はこの辺にして、次回この続きからやりたいと思います。果たして、ヒロムちゃんは、やつのことを喋ってくれるのか。では、次回ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を